ボン・ザ・ミュージック・デイ2024でナンバー・アンダーライン・アイが見せた驚愕のボンパフォーマンスその真実とは視聴者を魅了したナンバー・アンダーライン・アイの圧巻ボンパフォーマンスその舞台裏を徹底解剖ボン・ザ・ミュージック・デイ2024が開催されるやいなや私たちの心は興奮に包まれました特に話題となったのはナンバー・アンダーライン・アイのパフォーマンスです彼らのボンの演出はまさに圧巻で 視聴者の多くが魅了されました。この記事では、このパフォーマンスの背後にあるストーリーや新たな視点、仮説を探求しながら、その魅力を紐解いていきます。まず、ナンバーアンダーライン愛のボンパフォーマンスがどれほど特別であったかについて触れてみましょう。彼らは、ラフな衣装に身を包み、高速ラップと手数の多いダンスを軽やかに披露しました。このパフォーマンスは、 ただのエンターテインメント以上のものであり、彼らの練習量やプロフェッショナリズムが垣間見える瞬間でもありました。このような難易度の高いパフォーマンスを何事もないかのようにやり遂げる姿は、まさに生きと呼ぶにふさわしいものです。このパフォーマンスの背景には、いくつかの興味深い仮説や視点が存在します。まず、彼らのパフォーマンスがこれほどまでに魅力的である理由の一つとして、 練習量とチーームワークの重要性が挙げられますナンバーアンダーラインアイのメンバーがそれぞれのパートを完璧にこなすためには個々の技術だけでなくグループ全体としての一体感が不可欠です彼らの練習風景や舞台裏でのコミュニケーションに焦点を当てることでパフォーマンスの質をさらに高める要因を見つけることができますまた彼らのパフォーマンスが視聴者に与える影響についても考えてみましょう 多くのファンが彼らのパフォーマンスを見て、かっこいい、すごいといった感想を持っていますが、その背後には彼ら自身が持つオーラやカリスマ性が大きく影響しているのではないでしょうか。これは、ただ見た目の魅力だけではなく、彼らが持つ内面的なエネルギーや自信から来るものであると言えます。ボン・ザ・ミュージック・デ c 2024でのパフォーマンスは、彼らのキャリアにおいて重要な節目となりました。特に注目すべきは、 彼らが日本史上最速で MV をリリースしたという事実です。これにより、彼らの存在が一層際立ち、今後の活動に対する期待も高まりました。このような快挙を成し遂げるためには、彼らの努力と情熱がどれほど大きなものであったかを考えると、ますます彼らのファンになる理由が理解できます。さらに、ボンのハンドマイクバージョンについても触れてみましょう。通常のパフォーマンスとは異なり、 ハンドマイクを使った演出は新鮮であり、ファンにとっても驚きと喜びの瞬間でした。ハンドマイクを持ちながら踊ることの難しさを考えると、彼らの技術の高さが一層際立ちます。このような挑戦を成功させるためには、徹底的な練習とクリエイティブな発想が求められます。このパフォーマンスを通じて、ナンバーアンダーラインアイはただのアイドルグループではなく、アーティストとしての地位を確立しました。 彼らの演技力や表現力は、観客に深い印象を与え、彼ら自身もまた成長を続けることでしょう。このような姿勢は、他のアーティストやファンにとっても刺激となり、新たな目標を掲げるきっかけとなります。ここで一つの仮説を提案します。彼らの成功の背景には、デジタルメディアの発展が大きく寄与しているのではないでしょうか。 SNS や動画配信プラットフォームを活用することで、彼らのパフォーマンスは瞬時に世界中に拡散され、多くの人々に届くことが可能となりました。これにより、彼らのファンベースは急速に拡大し、グローバルなアーティストとしての道を切り開いているのです。また、彼らのパフォーマンスが現在の社会的なトレンドやイベントとどのように関連しているかも考えてみましょう。例えば、 コロナ禍によるライブイベントの制限が続く中、オンラインでのパフォーマンスが一層重要視されるようになりました。ナンバーアンダーラインアイのようなグループがデジタルプラットフォームを活用することで、ファンとのつながりを保ち、新たなエンターテインメントの形を模索しているのです。さらに、彼らのパフォーマンスがどのようにして観客の心を捉えるのかについても深く釣りしてみましょう。彼らのステージングや演出は、 一見シンプルでありながらも非常に効果的ですこれは視覚的な要素だけでなく音楽やダンスの融合によって生み出される総合的なエンターテインメントとしての完成度の高さに起因していますこのようなパフォーマンスが観客に強い印象を残し長く記憶に残る理由となっているのですボン・ザ・ミュージック・デイ2024のナンバー・アンダーライン愛のパフォーマンスについてさらに掘り下げてみましょう 彼らの成功の背後には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。まず一つ目は、彼らの一貫したプロフェッショナリズムです。各メンバーが自身のパートを完璧にこなすために、日々どのような努力を重ねているのか、その一端を覗いてみることにしましょう。ナンバーアンダーラインアイのメンバーたちは、ただパフォーマンスの練習をしているだけではありません。彼らは体力トレーニングや声のトレーニング、 さらににはメンタルの強化にも取り組んでいますこれらのトレーニングは彼らのステージパフォーマンスの質を高めるだけでなく長期的なキャリアを支える基盤ともなります。例えば彼らのダンス練習の一環として取り入れられている体力トレーニングは持久力を向上させ長時間のパフォーマンスでも疲れを見せないための重要な要素です。また 彼らのステージングや演出がいかにして観客の心を捉えるのかについても考えてみましょう。ナンバーアンダーラインアイのパフォーマンスは、一見シンプルでありながらも非常に効果的な演出が施されています。これは、視覚的な要素だけでなく、音楽やダンスの融合によって生み出される総合的なエンターテインメントとしての完成度の高さに起因しています。このようなパフォーマンスが、観客に強い印象を残し、 長く記憶に残るる理由となっているのです次に彼らのパフォーマンスが持つ社会的な影響についても触れてみましょうナンバーアンダーラインアイのようなアーティストがデジタルメディアを活用してグローバルな舞台で活躍することは新しい時代のエンターテインメントの形を象徴しています彼らの成功は他のアーティストにとっても大きな刺激となり より多くの人々がデジタルプラットフォームを活用して自身の才能を発揮する機会を得ることができるようになります。このような変化は、ファンとの関係にも影響を与えます。SNS やライブ配信を通じて、ファンはアーティストとの距離を縮め、より身近に感じることができるようになります。No.UnderlineI のメンバーが SNS での活動を積極的に行っていることは、彼らのファンベースを拡大し、 より多くの人々に愛される理由の一つです。ファンとの直接的なコミュニケーションは、アーティストとしての信頼性や親近感を高める重要な要素です。さらに、彼らのパフォーマンスが持つ文化的な意義についても考えてみましょう。日本の音楽業界において、ナンバーアンダーラインアイのようなグループが成功を収めることは、他のアーティストにとっても大きな励みとなります。彼らの成功は、 音楽業界全体の発展にも寄与し、新しい才能が次々と登場するきっかけとなります。このような連鎖反応は、エンターテインメント業界全体にとって非常にポジティブな影響をもたらします。私自身も、ボンザミュージックで2 0 2 4のンアイのパフォーマンスを見て、大きなインスピレーションを受けました。彼らの情熱とエネルギーは、 私たちに新たな目標に向かって挑戦する勇気を与えてくれます。彼らのように、自分自身の限界を超えて成長し続けることが、私たちにとっても重要な教訓となります。最後に、彼らのパフォーマンスに対する個人的な感想を述べてみたいと思います。私自身もボンザミュージックで2 0 2 4のパフォーマンスを見て、彼らの情熱とエネルギーに圧倒されました。 彼らのステージを見ることで、自分自身も何かに挑戦し続ける勇気をもらったように感じます。彼らのパフォーマンスが多くの人々にとってインスピレーションとなり、新たな目標に向かって努力する原動力となることを願っています。